講演とか聞ける機会があるのがすごい嬉しいので。ありがとうございました。大変勉強になりました。いろんな幅の研究者の方の話を聞ける、今回は楽しみにしてきました。でまたテーマも毎年変わるんですよね。非常に勉強になります。今日も少しお祭りっぽい雰囲気もあってね、楽しめるところもあって、新しい研究方法を発表を聞けてとても参考になってます。とてもいい会だなと思って楽しませていただいてます。あ、よかったです。よかった。非常に参考になります。奥の奥まで聞けてすごくよかった。神経再生の医療技術の開発に貢献して生きるのではないかと現在考えています。複雑な今まで分からなかったようなゲノムの異常というのを解析していきたいなというふうに思っております。若返った大量の抗原特異 T 細胞で、がんや、慢性感染症を治療できる可能性があるのではないか。すべての福山型の患者さんに対してこの治療法が有効であることが、考えられました。病気には病気ごとの疾患特異的マクロファージがあるという可能性がここで提案できたというふうに考えています。人がやらないことで本当に面白いって自分が思えるようなテーマを見つけて、そういった研究をしていきたいなと思っています、丁寧に見ていって、一つでも疾患責任遺伝子を同定していきたいなというふうに思っています。の治療に使える枠を少しずつ広げていきたいなと思っています。がんだけではなくて、自己免疫疾患とか、移植関連の免疫とか、そういったところまで初志貫徹で治療の実現を目指して、マクロファージをターゲットにした薬の開発っていうところにつながればいいかなと思います。